ゲイ。後の敵はもう逃げるがいいさ。お前逃げそうにねえな。こいつ逃げそうにないから。こいつ、オッケー。倒した倒した。まだ逃げない？なんか強いやつが残ってんのか。わ、いいんじゃん。待って。強いやついっぱい残ってんじゃん。意外。ゲレゲレ。ゲレゲレさん。よし、よし、今のうちに。使いまくれるうちに。さみだれで。おら、さみだれ打ち。さみだれ打ち。MP 回復しまくってる。よし、ゲレゲレ飛んで。画質はね、めっちゃ綺麗でしょ。でもなんか、エコーとかいろいろかかってるらしいよ。実は。わかんないけど。OK？ もう逃げるか？もう全員逃げてもいいと思うのに。お前らしぶといな。さすが魔王の軍団。あの、シャムダがいるからって、生きてるんじゃないぞ、お前ら。闇の魔王が、遠くから来てるからって。ね、見てるところだけ、いいとこ見せようとする。いないとこではどうせサボるんだろ、お前ら。倒した？倒したっぽい。あとは、上の方か。よし。なぜかキャラクターボイスにだけエコーがめっちゃかかってるらしいんだな。まあそれも多分ね、生放送終わって動画確認したらわかると思うんだけど。ういっとい。オッケー。終わった？終わったでしょ。終わったでしょ。またおるんかい。よし。ぜひ一回終わろう。一回終わってから、シャムダ戦行こう。目をまたご。ベホイム買ってくるから。あ、よし、いけそう。いけるか。いけるかな。で、一回帰ろう、一回帰ろう。ほら、間に合ってよかったわ。ほら、これで全力を注げるな、シャムダとの戦いに。ほら、奴はすぐそこまで近づいています。いよいよなのね。この世界のために、闇竜シャムダ現る。なんか、現るってなんか、まだ続きそうな匂いが。まあ、いいか。頑張る。どうせ続くんだろうな。最終決戦みたいな。あるんだろうな。第二形態、第三形態あるんだろうな。あれじゃない、ドラゴンボールのフリーザみたいに、小さくなればなるほど強いみたいな。強そう。サムネ決定。とうとう来たか。闇竜シャムダ。世界の闇を司る邪悪な神。全身から闇の力吹き出してるわ。ほとばしってるね。なんであろうと俺たちがなすべきことはただ一つ。戦って勝つ。負けない。勝てます？これ、攻撃食らうんすか、そもそも。あ、食らうじゃん。あ、でも、マン！食らってる？食らってる？無視して進んでる。なんでだ？無視すんな。ダメだ。負けイベだこれ。コミロン？ダメっすね。で？ビアンカドンね。あ、1個しかない。ごめん。やっぱイベントだな。覚醒しないといけないんじゃないか、強さ。誰かしらが。体力全然減ってないもん。ほら。ダメダメ。桁違いすぎる。そしていいアングルすぎる。いいアングルすぎる。くっそ。いいアングルすぎて。集中できない。どうすればいいんですか。光の腕輪は？腕輪。ほほほ、ほら。イベント。絶対領域が気になって仕方がない。ほら。ホミロンが、あれじゃない？秘めたる力を覚醒して、ね、スーパーサイヤホミロンになるんじゃないかな。アクトが死んでホミロンがスーパーサイヤ人化するみたいな。どうすかね。アクトのことか的な。ここを突破されたら
世界中が世界中本当に最後の砦というわけですね。いい声だな、クリフト。緑子挟んでバネス来た。みんな作戦通りに行くぞ。早くアクト、アクトが死んでホミロンが強くなろう、うん、とっくにご存知なんだろう。頼む。ああ、いいアングル、かっけえ。けど効かん。おお、すげえ。はい、頑張れ頑張れすげえかっこいいみんなかっこいいよ。頑張れ。やったか、やったか、やったのかしら言うのかよ。そしてビアンカが言うのかよ、俺の嫁が。まあそうですよね。傷一つついてないわ。力の差がありすぎる。王様オフみたいにひどいよな。もうアクト、メイヤを守って。ほらほら、アクトが死んでホミロンが、ホミロン、ホミロンが香ばしい匂いを放ちながらホミロン香ばしい。なんだ、お父さん。息子よ、ひげ生えてる。この光の腕輪は我らが代々守ってきたもの。光の腕輪じゃん、やっぱり。とても強い力を秘めた特別な腕輪なのだ。ひげ生えるの、ホイミサイって。お前が真の勇気に目覚めぬ限り、ヤキホミロン、腕輪の力もまた目覚めることはない。なんで、なんで。真の勇気とは恐怖に立ち向かう強き心。お父さんでかいな。そして己の身に変えても大切なものを守ろうとする優しき心。そうだな。ん？お前が真の勇気を持つものならば、きっと腕輪は応えてくれるだろう。これさ、痛そうじゃね、これ。今更だけどこれこの部分痛そうじゃね。削ろ、ヤスリで刺さってるもん。僕、二人を守ったよ。ホミロン、食べてあげるからね、ちゃんと。焼きホミロン。絶対痛いって、チクチクと。おあれは神々しい。光の腕は、そうか、やっぱりホミロンの冠が。やった。やったよ。やったよ。ほら、みんなで食べる準備だ囲んで。真の勇気を出せたんだ。やったぜ。光の腕輪が応えてくれたんだよ。ホミロン、すごいわ。ホミロン、お前は本当にすごいやつでですなんか死んだみたいになってるけど生きてるよね、ホミロン。やれ、腕輪の光で弱まっていました。倒すなら今だな。作戦は、もう必要ない。じゃあアクトいらねえな。バイバイ。あとは立ち向かうだけだ。バイバイアクト作戦いらなかったらアクトいらないってことですよね。ここで離脱か、はかどるな。わオミロンに負けない勇気を持ってな。せやで、お前はもう仲間じゃないけどな。これは闇の力と光の力ぶつかり合って空間が歪んでおる。浮いてる。最終決戦にぴったりな雰囲気ね。私たちで世界を守り抜くわ。お、なんかモブが喋ってるぞなんでこれ俺こんなアクトに辛い苦が当たるんだろうか。すまない、わからないけどそういう運命だと思って。え、なにこれ、なにこれ、あなたを倒して。待て待て待て、いや魔物と
なんか語ってるけど、語ってるけど、浮いてるよ。二人とも本当に強くなったな。頑張れ。勝者として誇りに思うぞ。ダメージ食らってる。あの変な輪っかみたいなのやめてほしい。やべ、はい、つくばって。ダメージ食らってる。わあ、また囚われたけど、無視しましょう。はやぶさ切りからの真空切り。あ、これめっちゃ効いてるかもしれない。あ、強い。さすがテリー。わーい、わーい。すげえ飛ぶわい。うわー、威力半端ねえ。頑張れー。ハッスルダンス。